皆様おはようございます。9月の20日午前8時58分を回ったところでございます。ビットマン TV のお時間でございます。このチャンネルではですね、仮想通貨関連の最新重要ニュースや、あとはチャート分析を通しまして、皆様の資産を10倍、100倍、1000倍にするようなお手伝いをさせていただきたいと思っておりますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、それではですね、本日週明け月曜日の第1部のね、配信を行っていきたいと思いますけれども、今日は祝日ですよね。ですからお休みの方も結構いるんじゃないかなと思うんでございますけれども、私はこの収録がね、終わり次第でございますけれども、10時から今日はね、ちょっと早めに10時から2時間ぐらいかな、仕事があって、そっから休みになりますので、この収録が終わり次第ね、ダッシュで着替えて、ダッシュで仕事場に向かって、ダッシュで仕事をして、ダッシュで家に帰って遊ぶという形でね、計画を立てております。私の息子たちも、休みなのでね、今日結構天気がいいので、外もね、外に遊びにまた行こうかなと思っている次第でございます。よろしくお願いいたします。ですから一応10時から仕事なので、今日は重要ニュースが祝日だからかな、そこまで入ってきてない。明日ぐらいからまたね、増えだ普通に、の状態に戻ってくるのかなという感じ。今日の夜から明日にかけてね。ですから、まあ月曜日の第1部の配信に関しても、あまりニュースがね、目立ったものが出てきていないので、もう先に言っておきましょう。重要ニュースはお一つでございます。お一つ、そして、メニューの方ね、チャート分析がいきますよ。ビットコイン、イーサリアム、あとはリップルです。リップル、そしてリスクですね。そして芝でございます。芝はね、上がってきてからの、まあ私が設定しておりましたラインでビタ止まりしてね、ブチッとね、頭を押さえつけられてドゥシッて下がってきている状況でございますけれども、見ていきましょうと。そして、次が6つ目、ジムを見ていきましょう。そして、次 AMP でございますね。アンプでございます。今落ち目にかかっているので、ちょっと待ちかなという感じ。そして最後締めくくのはアトムって言ってみたいと思います。ごめんなさいね。気持ち悪いみたいな。ごめんなさいね。はい。まあ、今強いねと。コスモス、アトムがマジで強いねという感じで、一応これがね、今ぐんぐんアホみたいに上がっていってるんですけど、どこまでいっちゃうのという感じでね、ちょっとそこら辺も見ていきましょうということで、皆様、月曜日の第一部の配信、喉をやられているビットマン TV の配信、ぜひとも楽しんで、ご視聴なさってみてください。よろしくお願いいたします。レッカー、お願いいたします。はい。依然として、メンタルマネージャーからの連絡はなしということで、今日も、私とね、仕事の時間が違うと思うんで、彼は彼でね、多分違うと思うんですよ。ですから、会うことはないのかなという形でございますけれども、まあ、連絡がないということは、多分、まあ、聞いてはいないかなと、配信自体は聞いていないかなと思います。まあ、彼には彼の時間がね、使い方があるでしょうから、聞いてはいないかなと。ということで、先ほど見ましたら、一応口頭でお伝えしましょう。先ほど見ましたら、あちら。66件だったかなのコメントが、今ね、集まってきております。皆様、本当にありがとうございます。本当に、初めて聞いた方、私のチャンネルの再生リストの中に、オールナイトビットマンというものがございます。はい。で、そちらのボリューム2の方ね、二つ目の動画なんで、最近上げたやつなんですけど、いつかな、一週間ぐらい前かな、火曜日、水曜日あたりに上げたやつでございます。はい。そのコメントはね、メンタルマネージャーが返すということなんですけれども、依然としてまだ返していないと。もうね、別に怒ってるとかそんなんじゃないですよ。はい。まあ、お待ちいただいてね、申し訳ないなと思ってる次第なんでございますけれども、ここは、一応ね、100件以上に、コメントをね、100件以上にちょっとしてみたいなと。彼は、たぶんね、まだね、気づいていないんですよ。それぐらいこうね、コメントを60何件も来ているっていうのは多分気づいていないと思いますので、ぜひともね、100件以上にしてみたいなと思いますので、ちょっと彼をね、苦しめてやろうと。どんだけド S なのと、ド S の極み、よろしくお願いいたします。はい。ですから、もしね、もしですよ、お暇があってというかね、コメントを入れてくれるんであれば、本当に嬉しい限りでございますので、ぜひともね、よろしくお願いいたします。はい。今までコメントが100件以上来たことは、1回、2回ぐらいあったかな、確か。なんかあったと思うんですよ。結構ね、返信には疲れるというかね、ものすごく体力のいる、作業でございますので、彼にはそれをね、ちょっと味わってもらいたいなと思いまして、そこでちょっと皆様にね、申し訳ないんですけれども、お願いをしている次第でございますので、もしね、入れてもいいよという方がいるんであれば、ぜひともよろしくお願いいたします。はい。もう、いじめてやろうと思っております。もう、コメント地獄に陥らしてやろうとね、思っておりますので、ぜひともね、よろしくお願いいたします。もう、こんなにコメント来てたんだけど、どうすればいいのみたいな。知らんよ、返せばいいんじゃないのみたいな形で、冷たく言ってやろうかなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。冗談です。冗談でございます。はい。今、66件ぐらいだったかな。本当にね、コメントをしてくださっている方、ありがとうということでね、よろしくお願いいたします。はい。そして、行きましょうかね。行きましょう。今日の、重要ニュースがお一つ。もう早速行きますね。はい、こちら。ポチッとな。はい、月曜日ですからね。まあ、こういったニュースが出てきているのかなということで行きましょう。ビットコイン価格は4万7000ドルに下落ということで、CME のギャップ埋めかみたいな感じで出てきております。行きましょう。ビットコインは、週足終わり値がね、
CME、うん、シカゴマー、ん?シカゴ、マーカンタイル取引所、先物のギャップを埋めるように、4万7000ドルにね、反落をしたということでございます。まあ、窓埋めってやつでございましょうかね。で、コインテレ、テレグラフマーケットプロとトレーディングビューのデータによると、週明けのね、アメリカドル建てのビットコインは複雑なシグナルを示したと。で、18日には強い上昇が見られたが、はい、おととい、今日は20日ですよね、今日ね。20日って言いましたっけ?言いましたよね。9月の20日そうですね、ですから2日前ぐらいにはね強い上昇が見られたが、その後は明確なね方向性が、ない中でのレンジ内の動きとなったと。で、コインテレグラフの機構者である、はい、マイケル・ファンデポッペ氏は市場ではねよくあることだと説明をしたと。で、まあ18日にねビットコインが上昇をして、19日に CME の終値まで下がってきたと。で、 CME は17日に 47,490 ドルで終値を迎えたが、今日、19日の午後には、そこに向かうことになるだろうということでね、いうふうに言っております。で、大手仮想通貨取引所バイナンスの売買レベルを見てみると、まあここは注意しておかないといけないでしょうね。49,000ドルに強い抵抗だから、上がるとしたら49,000ドル付近までは上がってくるんじゃないかなと思いますよ。ここ粘って上にぐんと上がってくるんだろうね。うん。で、これは週末に信憑性が高まったと。で、一方、買いのサポートはね、44,000ドルにとどまっている。この44,000ドルでの買いのサポートが入っているので、ここはね、やっぱりどうでしょうか。資金に余力がある方であれば、ある程度こう反発狙いでね、差し値を置いておけば、一旦のポーンとね、落ちてきた猫トーンが拾えるかもしれませんので、まああまりね、なんかその格言自体あんま好きじゃないですよ。落ちてきた猫ってなんかあんまりなんか良くないじゃないですか。何ですか。何がいいのかなっていう感じ。ちょっとそこ新しい格言作ろうかなと思ってますけれども、まあ落ちてきた猫トーンみたいなね感じで、まあ一応言われてますから一応言っておきますけれども、うん、まあそういった形で、まあ猫ちゃんはね結構高いところから落ちても、うん、こうねふわっとふわっとねふわっといくみたいな感じで、もうトーンって反発はしないでしょみたいな感じ、スタッてねスタッて落ち、あのちゃんと着地するでしょという感じでね、まあ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 猫ちゃんの身体能力にはね感心する次第でございますけれども、まあ一応相場の格言としてはありますから、44,000ドルでの反発、うん、ここはね一つ、差し値を置いておけば落ちてきた時にあるかもねということでね、よろしくお願いします。こういうところに落ちてきた時の一発目の反発は取っていいと思いますよ。すいません、お茶飲ませてください一発目の反発はあり、これが2発3発ってなると徐々にそのサポートが薄まってくるね、弱まってくる可能性がありますから、一発目、っていう考えでいくと4万4000ドルで差し値を置いておけば反発が狙っていけるんじゃないかなと思いますのでね、よろしくお願いいたします。はい、で上から下に行きましょう。アルトコインはビットコインの動きを追随ということでいきます。アルトコインにとっても同様にね制裁を書いた1日となり、はい、上位10位以内の仮想通貨はビットコインの約 2.5% のね日中の損失と同様の動きを示したと。で、イーサリアムはわずかに値を値を下げ、執筆時点では3350ドルを推移で、1週間前のね同時期のポジションよりも約 2% 低い値となっているということですね。で、上から下に、うん、しかしいいですか、気泡のように、うん、あ、これがイーサリアムのグラフですね。はい、やっぱり三尊がねちょっと怖いところなんですよ。三尊がね、3000ドル割れ込むと三尊成立になってずーっと落ちてくる可能性がありますので、ここはやっぱり何としてでも守ってほしい。だからそういう意味で言うと3000ドルを守りたい勢がいる可能性がやっぱり多いのありますから、3000ドルでの差し値はねありでしょうということで押さえておきましょうよ。うん、で行きましょう。しかし気泡のように今週はね、ソル、まあソラナを含めて、含めた複数のトークンがね強気のトレンドを示していますよということで、まあ一応、今落ちてきておりますけれどもね、CME のギャップ埋めかということでニュースが上がってきておりました。まあまた今週はとにかくものすごく荒れ相場が来る可能性がありますからね。 OK ですか、うん、なんといっても FOMC のあちらですよね、パウジー様のね、テーパリング発言があるのかどうかっていうのがやっぱりここはねものすごく注目されているところですから、ここを乗り切ればね、乗り切ればというか、まあいつかはあると思うんですよ。うん、いつかはあると思うんでございますけれども、皆様、私今お家の方に長野が来ました。長野が、言ってなかったですか、小机か、買ったんですよ。ほらソファー買ったって言ったでしょ。あれの前に置く小机をねちょっと買ったんでございますけれども、それがね今ちょっと家の方に来たところで、もしかしたらちょっとうるさくなるかもしれませんけれども、そこでご了承ください。申し訳ございません。赤いトラックが来ましたよ皆様。うん、あとこちらね、ちょっと一回止めましょうか。ごめんなさいね、一回一旦止めます。はいはい、それでは再開していきたいと思います。本日のチャート分析、パパプーパパプーパパプーパラー、お願いいたします、お願いいたします。はい、今外にですね家具屋さんが、家具屋の長野さん、私の住んでいる地域のね、まあ結構大きい家具屋さんなんでございますけれども、そちらの方が来ております。はい、ですから家の中をねうろうろしている次第でございますけれども、家具はね先ほど言いましたけれども、私の家にソファーがありまして、そこの前にねまあ小机をちょっと頼んだんでございますよ。うん、あと一つね、家具を頼んだので、それがね今家に来ている次第でございます。ワクワクウキウキと。で、その横で私は収録
をしているということでね、まあ、横というか、部屋でございますよ、部屋で。ですから、私のこのね、今言ったチャート分析機がね、ちょっとダダ漏れになっているのかなという次第でございますけれども、まあいいでしょう、まあいいでしょう、行きましょう。行っちゃいましょう、行きます、行っちゃいます。はい。まずは、チャート分析を一つ目、こちら、ポチッとな。ちょっとごめんなさいね。はい、こちらですね。はい、行きましょう。ビットコインですね。見ていきましょう。ビットコインなんですけれども、ただいまの価格が 47,122 ドルを推移しているような状況。で、日本円で言うと520万円あたりをね、まあ、動いているということでございます。はい。で、こちらは、どうでしょうかね、どうでしょうかね。まあ、こんな感じで見ていただけたらね、わかるかなと思いますけれども、結構なね、結構な、まあ、似たパターン、同型パターンをね、まあ、描いているということで、このパターンで行くなら次は上げだろうという感じでね、まあ、そんな端的な、まあ、いわゆるね、端的な、簡単な、分析になるのか、まあそういうわけではないでございましょうね。いきますよ。はい。今、まあこういった状況なんでございますけれども、一応ね、ちょっとごめんなさい、日足見ていきましょうか。日足、はい、こういった形。うん。日足で見ていくならば、一応一昨日のね、陽線をすべて包むような形でね、陰線が、昨日はね発生しておりまして、まあ全戻しという感じでね、ございましょうか。でまた、重要な節目ラインである47,180ドル付近で、またうようよしていると、ここがかなり硬いね、まあサポートにはなっているでしょうということで、今何回、1回、2回、3回、4回、4回、もうほぼ4回、4、5回もうほぼほぼ打っているようなね状況になっているんですけれども、まあこの状況で行くならばね、まあマックD線は水平ラインになっていて、まあもう少しでゴールデンクロスを起こしそうですし、日足の雲は依然として下にね待ち構えておりまして、上に徐々にグーッと上がってきておりますから、これ前も言ったと思うんですけど、やっぱりねこの日足の雲が、うん、ここわかります？赤い、ガチガチのねこのサポートラインよりも上に来るのが9月の26日以降なんですよ。うん、ですからここを起点としてね、もしかしたら様相が変わってくるかもしれませんし、今の様相でいくなら、もしねこの赤いラインの、うん、47,100 ドル、180ドルですか、ここまあ今割れ込んでるんですけど、割れ込んできて下に落ちてきたとしても、この下落のね、チャンネル、うん、のレジスタンスラインが基本的にはサポートとなって生きてくるかなと思いますので、次の支えがね、46,300 ドル付近が基本的には支えとなって生きてくるんじゃないかなと思いますので、まあそこに対するね、値の金額の注意はねしておきましょう。だから46,000中盤から46,500から46,300ドルぐらいまでの落ちはね想定をしておくべきでしょう。でそこからまた粘り腰になってくれればね、一応雲も時間的には上がってくるような状況になりますから、またこうサポートとして効いてきて上をぐっとね狙っていく可能性もありますので、まあ落ちてきてもねちょっと限定的なものなのかなとも私は思っております。うん、やっぱり下落チャンネルのレジスタンスと、あと雲の存在があるので、44,000までは落ちてこないんじゃないかなと思うんですよね、今この様相で見ていくと。うん、ですからさっきも言いましたように、支えとなるラインが下落チャンネルのレジスタンスライン、元々のレジスタンスと、あとは雲のね上端値がありますので、まあなんとかね、支えが入ってくれる。だから46,000ドル付近ではある程度支えが入ってくれるんじゃないかなと思いますのでね、そこに対する期待感というか、まあ安心感はね、得ておきたいところでございます。であとは4時間足レベルでもね、この弱気雲の下端値がちょうど、うん、下落チャンネルのレジスタンスライン付近にありますから、やっぱりここでも支えが入ってくるような感じになりましょうからね。あとはほらねじれの位置にちょうど差し掛かりますので、やっぱり今日の午後あたりにはね、どういった形、まあ落ちてきてもある程度支えられて上にぐんと上がっていく可能性がありますよということはね、お伝えさせてください。よろしくお願いします。はい。4時間の雲もね、今もう強気雲が発生しておりますので、だから今日の本当に昼間から夕方にかけては結構一回は落ちてくるかもしれませんけど、粘り腰で粘って上を目指していくような感じが見受けられるんじゃないかなと思いますので、ここはね、チェックをね、要チェックをしておきましょうということで、よろしくお願いいたします。ただ上に関しては、うん、下はね、46,000ドル付近でやっぱり守られてくるんじゃないのかな、46,000ドル前半ぐらいで守られてくるんじゃないかなと思うんですけど、最悪、さっきニュースで見たね、44,000ドルというところが、一応、サポートとしてはかなり分厚いところですので、めちゃくちゃ大きな売り、例えばクジラ様レベルの売りが入ってくればね、ずーっと行く可能性はありますから、そこに対する注意はね、しておくべきでしょう。ですけど、今の様子でいくと結構雲が支えとなって上を目指してくれるんじゃないのかなと思いますので、そこはね、さっきも言いましたように、まあちょっと期待感をね、持っていきたいところでございます。で、上に関して言うと、うん、このね、やっぱりね、48,500 ドルですよ。48,500 ドル。まあ、ここでは48,700なんですけど、やっぱり48,500ドル以上でのね、まあ、ロウソクの確定を、まあ、ずっとしていただかないとね、ちょっとなかなか厳しい、49,000以上を目指、49,600 ドル。この黄色いラインを目指すのがなかなか厳しいところがね、あるかなと思いますので、とにかく、48,500 ドル以上での、
ろうそくの、各手4時間なり、まあ、4時間でしょうね、押していただくのがいいかなというふうに感じております。で、最悪の場合はここですよ、これですよ。今から考えられるのは、三尊が作られるようなね、形にも綺麗な三尊が作られるような形になるかもしれませんので、そういった意味合いも含めてやっぱり4万7千ドル付近というのはね、そのもしここからこう上にこう目指してきた場合の、4万どうでしょう、8500で抑えられて落ちてきた場合ね、もう三尊が意識されるような形になりますから、ネックラインとしてね、4万7000ドルというのがものすごく重要なラインになるでしょうからね、ここはなんとか死守してほしいところでございます。はい、まあそれぐらいでございましょうかね。はい、まあビットコインに関しては以上でございますね。まあとにかく雲の存在があるので、なんとか粘ってねいただきたい次第でございます。はい、次行きます。下は4万6300ドルぐらいでのちょっとした抵抗反発がね、ある可能性がありますので、もしね、あの短期並びに FX 関係で下落ちてきた時の反発取りたいなと思っている方がいるんであれば、ちょっとした小幅でですので、小幅ででもですよ、そういう方がいるんであれば、4万6300ドル付近、ここでの一応ね、差し値は、まあ OK かなと思いますので、もし余力がある方はね、ちょっとチャレンジしてもいいかもねと。ただあまり欲かきすぎるとあれなので、反発してきて小幅でもね、ちょっとずつ取っていくのがベストでしょう。はい、よろしくお願いいたします。次行ってみたいと思います。行きます、行っちゃいます。はい、今ねまだね外にいるから、外にいるからね、恥ずかしいございます。嘘です。私はそんな恥ずかしさもう今ねもうないですね。あの前はちょっと恥ずかしかったんですけど、もう関係ねえだろみたいな感じでね、恥ずかしさはあのもうとうにあの過ぎ去っておりますので、どんだけわちゃわちゃしていても全然恥ずかしくないということでね、よろしくお願いいたします。行きます、行っちゃいます。はい、イーサリアムなんでございますけれども、ただいまの価格が3302ドル付近をね推移しているような形になっております。はい、で日本円で言うと36万5000円あたりをね動いていると。で、まあこれも、日足レベルで見ていきましょうかね、こういった形で。はい、ちょっとね、やっぱりこの右上がりの、このサポートラインね、レジスタンスからのサポートラインとしてレジサポ転換線なんですけど、この一番下の右上がりの黒いラインね、ここをちょっと日足レベルの実線で割れ込んでおりますので、ちょっとこれはね、嫌な雰囲気が流れておりますよ。ですから、一旦下にずる下がりしてくる可能性がちょっとこれはあるかなと思っております。で、その際どこまで落ちてくるの、ビットマンと。どこまで落ちてくるのかっていうのは、やっぱりここでしょうね。この今ちょっと伸ばしましたけれども、ちょっと修正施してもいいかな。ちょっと修正施しましょうか。ちょっと高値をね結んだライン、ちょっと修正します。ここからのね起点となるこの下落のチャンネルがあるかなと思いますので、こういった形で、ちょっと修正しておきましょう。はい、下落チャンネルがまだね、ずっと生きているっていうのは依然として変わらないんでございますけれども、ちょっとそういった流れでいくとね、もう今もこのさっき言ったレジサポ転換線も下に割れておりますから、ずるっとね下、ですから今日あたりもしかしたらね、ビットコインがほら4万6000ドル前半ぐらいをつけに来る可能性がありますので、そうなると3225ドル、この下落チャンネルの下端値ぐらいまではずるっとね落ちてくる可能性がありますので、 OK ですか。そこに対する注意をねしておきましょう。 OK ですね。ですから、まあここをねもしね割れてしまった場合、いいですか、ここを割れてしまった場合はこれちょっとこう引きで見ま、引きで見ますよというか、ここね、最終的にはいいですか、最終ラインはここですよ。このヒゲをつけているこのもう3000ドルですね、2990ドル付近なんですけど、ここを割れ込んでしまうと三尊成立してしまいますので、もうね2400ドルぐらいまでずっと落ちてくる可能性があります。2400ドルの根拠は日足レベルで一応ねここ、長期のね移動平均線が、こうありますので、この付近まで2700ドルですね、ごめんなさい、2700ドルぐらいまでの落ちはね想定しておくべきでしょう。はい、もう一回言いますよ、重要なことですから。3000ドルを割れ込んで三尊をね成立させてしまった場合はここですよ、これがネックラインになりますから、落ちてきて2700ドルぐらいまで落ちてくる可能性が大でございますので、そこに対する注意をねしておきましょうということでお願いいたします。ですから今下落チャンネルをね下にずるずる落ちてきてます、推移しておりますので、一旦は3200ドル前半ぐらいである程度支えが入るとは思うんですよ。下落チャンネルを意識している方が多ければね。で反発はしてくると思うんですけど、ビットコインの様子があまり良くなければやっぱりそのままずる下げしてきますから、ちょっとね様子見をしておいた方がいいかも、イーサリアムに関しては。だから下落チャンネルの形に差し掛かったからといってちょっとロングインするとね、そのままあまり上昇の勢い弱く、上がってきてもおそらくこのレジサポ転換線の黒いラインぐらいまでだと思うので、どうせそこまで上がってきたら戻り高値で売られてずるとまた落ちてきますから、だったんならもうねロング仕掛けるんであれば、この下落チャンネルを上に抜けた後からね、おそらくやっぱり入っていった方がいいかなと思います、イーサリアムに関しては。 OK です。ですからそこに対するね注意はしておきましょうということでよろしくお願いいたします。はい、ですから下に下落チャンネルを割れ込んでしまったら、やっぱり一旦はこの
ちょっとこの前にね、ある程度下ヒゲはつけてますから、3150ドルぐらいでは支えが入ると思うんですけれども、そこまで割れ込むとやっぱり3000ドルチャレンジをしてきますので、今はとにかくイーサレムに関してはまあ下目線濃厚ということでね、押さえておいてください。下目線濃厚ですから、逆にロングインするんであれば、ここね、下落チャンネルのレジスタンス上にブレイクしてから入っていかないとまずいことになります、これは。で、あとはもう一つはね、やっぱり弱含みが入ってますから、このレジサポ転換線にこうねタッチしてきた時の戻りでの売り、ショートはありかもなという感じがしますので、ですけどありかもなですけれども、その時にまたね上にガンと上がってきて下落チャンネルのレジスタンスを抜けていったら、それ絶対的に、その損切りはね、ショートの損切りはしないといけないですから、そこはね完全に注意をしておいてください。 OK ですね。ですから今からグッと上がってきて3350ドルぐらいをつけてきたら、逆にショートかけて下落を狙っていくっていう形でもねいいかなと思っております。はい、ですからちょっとねイーサムに関しては様子見がベストということで意識をしておきましょう。はい、次行きます。次はこちらポチッとな、結構落ちてきましたね今ね、言ってる間に落ちてきたなということで、雲の支えが入る可能性がありますからね、 OK ですか。ですからちょっともたつく可能性がありますよ。大丈夫です、大丈夫です、まだ大丈夫。下をね防衛守っているラインはありますから OK、 そこまで焦る必要はないということでね、落ちてきても 46,400、 もし割れ込んでも雲の上端があるので 45,500 ぐらいまではワンチャン落ちてくるかもなという感じです。はい、なんとか支えをね入れておいてほしいということでございますね。で、次行きましょう。来ました、来ました、皆様資金がある方は、資金がある方は今ねよだれダラダラだと思うんですけれども、いいですか、落ちてくるまである程度待っておくのがベストで、行きます。立方ちゃんなんですけども、行きますよ。あ、言いましたか、ビッツコインがキングならイーサリアムはクイーンでございます。キモお願いいたします、お願いいたします。そしてレンちゃんで皆様な、皆様の大好きなアルツのアルツのお時間でございます。私も大好きでございます。いや、お願いいたします。お願いいたします。はい。今ね、かぐやさんがね、家の中をうろうろしているんでございます。私の声はおそらくダダ漏れということで、よろしくお願いいたします。いきます。いっちゃいます。はい。リップルなんですけど、いいですか？ただいまの価格が1.018 ドル。もう1ドル割れるかもね、これね、割れるかもねという感じです。ですから、逆に下での現物買い集めチャンスがもうすぐ来ます。はい。で、行きましょう。日本円で言うと、ただいまの115円ぐらいをね、推移しているような形。で、日足レベルで行くと、いいですか？強気雲の中に突入してきております。で、今ね重要なラインを、この青いラインが重要な支えのラインとなっておりますので、ここをね一応割れ込んでいますよね。おそらくマックD線も右下がりであまり様子が良くないので、これはビットコインが落ちてきたらずるっとね、いいですね、黄色いラインぐらいまでは落ちてくる可能性があります。 OK ですね、落ちてくる可能性がありますので、そこはね、まあ注意というか、長期保有目的の現物を買いたいなと思っている方であれば逆にチャンスですよ。現物の分割エントリーチャンスが 0.92 ドルぐらいですから、ここはね資金に余力がある方はリップル、分割エントリーで入れていってもいいんじゃないかなと思っております。私も集めようと思います。この黄色いラインではぶち込んでやろうかなと思っておりますので、はい、よろしくお願いします。もう差し値は入れております。よろしくお願いいたします。もし割れ込んでしまったらね、まださらにね落ちてくるんですけど、まあそれはそれでいいでしょうと。私は基本的にリップルはねもう長期保有目的で行くという覚悟を決めておりますので、もう落ちてきたら落ちてきたでもう買い集めしていくぜという形でね捉えておりますから、まあ 0.92 ドルぐらいまで一旦下落をしてきてほしい感じ、今はとにかく。だから今割れてね4時間でもまだ実践ではほらつけてないでしょう。こういう中途半端なところでは、例えばね、そうですね、中途半端なところではどうでしょうか、あまりこう ロングとかショートとかかけない方がいいんですけど、短期並びに FX 勢はですよ、かけない方がいいんでございますけれども、現物のね、長期保有目的とかそういった現物であればね、まあちょっとずつもう気になるんであれば打診でちょっとずつ入れていって落ちきった、だいたい 0.92 ドルぐらいまで落ちてくるかなと思いますので、ここでのある程度厚めのね分割で、玉を集めていくっていうのがねいいんじゃないかなと思っておりますので、 OK ですね。短期並びに FX 勢に関して言うと、ちょっとこうね、またいでいるときは何も動かさない方がいい。ちゃんと、例えば、ショートとかもですよ。ショートとかもそうです。ショートとかもそうなんですよ。例えば今だったら落ち目でしょ？じゃあショートをかけていこうかなと思う方でも、今これまたいでいるので、ちゃんとロースコを確定しないと、これね、騙しの下げがあるかもしれません。ここから反発してきて、ポーンって戻ってくる可能性がありますので、やっぱりロウソクとしてちゃんとつけてから、ずるっと落ちの下げを狙っていくというのがいいかなと思いますのでね。ですから、ショートもね、まだ打つべき時じゃないということで、短期並びに FX 勢はですよ。ですけど、さっきも言いましたね、長期保有目的で現物を欲しいなという方は、今もう下に落ちてきてますからね、ちょっとずつ打診で入れていってもいいかもな。で、黄色のところでは本格的な分割エントリーとしてちょっと厚めの玉を仕込んでいくみたいな感じでね見ていくのがベストでしょ。はい、まあとにかく今はね上値が重いような状況になってますからね、やっぱり4時間での弱気の雲の下にちょうどいますから、弱気相場がずっと続いているような感じ、やっぱり弱気の雲を抜けられずにねずるずる落ちてきてますのでね、ここはちょっと一旦はね、落ち、下目線ということで捉えておいてください。はい、次行きます。次はねリスク見ていきましょう。リスク、はい、ちょっとごめんなさいね、急ぎ目でいきます。はい、急ぎ目でいきます。はい、リスクなんでございますけれども、ただいまの価格がね 3.53 ドル付近を推移しております。で、この通貨に関してはもうね分かっ
るでしょう。もうこれ見たら一目瞭然なんですけど、もうこのやっぱりね、私が設定しておりましたこの黄色いライン、うん、やっぱりここはもうビタですね、ほぼビタ、うん、でさらにあんまり良くないことに強気雲発生しているんですけど、強気雲の下でね推移しておりまして、やっぱりねこれね黄色いラインがちょうど強気雲の形と被っている状況になってますから、やっぱりこれねこの黄色いラインが上値が重いです。とにかく OK です。で今仮想通貨ビットコインイーサリアムの基調が良くないので、これもね同じようにずるっと一応サポートとしては日足レベルでのこの長期の移動平均線がヒゲつけてサポートになってますので、このね 3.3 ドルぐらいまでの落ちはね一応想定はしておきましょうということです。あ、 3.25 ドルぐらいです。27ドルぐらいまでの落ちは想定をして、まあ反発をしてくるかもなという感じですけれども、一応落ちてきた時はやっぱりね長期保有目的の方には推奨ですけど、今のこの値打ちで短期並びに FX の仕掛けはねまあちょっとやめた方がいいかなという感じ。うん、調子が良くなければ赤いラインまで到達してきてそこまで割れてしまう可能性もやっぱりちょっとありますのでね、最終的な防衛ラインとしたらいいですか、リスクに関して言うとここもう完全にこれです。このちょっと下になるんですけど、このね右上がりの黒いラインがやっぱりこう今の値打ちでいくと2ドルぐらいですよ。うん、2ドルいかない、2ドルまでいかないか、ね 1.5 ドルとか、ここが最終的な防衛ラインで、もう、一応ね赤いところまで差し掛かりそうな感じがしてますから、もし割れ込んだらワンチャン本当に 1.5 から2ドルぐらいまで落ちてくる可能性がありますので、そこはね完全に注意をしておかないといけないなということでございますね。 OK ですか。ですからもし短期並びに、まあそこまで落ちてきたら現物買いはチャンスですけどね、短期並びに FX 税に関して言うと今ここで入っていくのはまずいかなという感じですね。でじゃあどこで例えば勝負をかけていくべきかと言ったら、いいですか、この黄色いラインに差し掛かった時のいいですか、戻りでの売り、戻りでの売りは1個ありですけど、もし黄色のラインを明確に上にブレイクしてきたら、雲中、強気雲の中にね、突入してきますから、上をぐんぐんと逆に青いラインを狙っていくような様相になるかもしれませんので、黄色のラインをね、上に突破してきたら、当然損切りをしていかないといけないですし、逆に言うと、黄色のラインを突破してきたらね、逆にロングに持ち替えて上を目指していく形で見ておいてもいいものかな、いいのかなっていうふうなね、感じがしておりますので、短期並びに FX 勢はちょっと待っておくのがベストでしょう。よろしくお願いします。はい。長期保有目的の方はね、ある程度落ちてきた時、まあ今ぐらいちょっとこう、うん、3点、どうでしょう、この移動平均線 3.27 ドル付近での差し値を置いておいてもいいかもなという感じで、ここで反発してきて上を目指していく可能性もありますので、そこは一旦はありでしょうということで押さえておいてください。はい、次行きます。ちょっとあまり良くないですね、リスクはね、上値が重いよということで意識しておきましょう。次はね行きますよ。次は芝を見ていきましょう。芝、うん、どこにいるかなということです。ここにいました。はい。芝様なんでございますけれども、いいですか？あ、ごめんなさいね。ただいまの価格が、下3桁783です。783。はい。で、これね、いいですか？下は、一応ね、ちょっと広いですけど、レンジですね。この青いラインはあんまり意識されていないかなって感じもしますよね。下に関して言うと、551。下3桁551。そして、上に関して言うと、もうバッチバチにね、このね、946が、もうバチバチに効いている抵抗線。ですから、この間でのレンジ相場作ってますよね。レンジを作ってます。で、一応、これね、コインベースプロへの上場があった後に、やっぱりぶち上げはしてきましたね。青いラインで、支えが入って、バチンとね、オレンジのラインぐらいまでぶち上げしてきてますから、一応私が言っていた値打ちでガチビタ止まりして、まあこれは大体みんな予想がつけたのかなと思いますけど、もうガチビタ止まりしてね、ずるずる落ちてきましたので、短期勝負していた方であれば、うん、どうでしょうか、結構いい金額が稼げたんじゃないかな、 1.5 倍ぐらいになって手仕舞いできたんじゃないかなと思いますので、これはナイストレードができた方が多かったんじゃないですか。短期と勝負でね、やっぱりコインベースへの上場があるよということで上にガーンと突き上げてきましたので、うん、ここはいいタイミングで紹介ができたかなというふうに思っております。ちょっと長い時間、ちょっとだけ長かったですね、持たないといけない時間がね。だからそこが億劫だったかもしれませんけれども、うん、短期勝負でロング仕掛けた方はね、ナイストレードということでございますね。はい。で次はやっぱりこの946をね、上にブレイクしてきたら、もうとにかく1202、ここまでの上昇が見ていけますから OK ですね。次もう細かくこういうのはお小遣い稼ぎ程度に取っていきましょうよ。まあ、お小遣いの概念がね人それぞれよりますので、ちょっとごめんなさい、一概にいくらとは言えないんですけど、次仕掛けるんであればこのねオレンジのラインをやっぱり突破してきてからのロングインで上を狙っていく1202。ここまで結構バチバチにレンジ効いてましたからね、レンジの上端効いてますから、上ブレイクしてきた時は結構強めのね上昇が待っている可能性がありますので、そこに対する期待感ちょっと持っていきたいなと思う次第でございますね。もしかしたらこれ1868まで狙っていくようなフェーズに入ってくるかもしれませんから、次もしここブレイクしてきたらちょっと長めに全部利確とかじゃなくて1868ぐらいまで狙っていくような、結構大物を狙っていってもいいようなねフェーズが訪れるかもしれませんので、そこに対するね期待感は持っていきましょう。よろしくお願いいたします。はい、次行きます。ちょっとごめんなさいね、サカサカ言っております。次はねジムを見ていきましょう。ジム、うん、ジムを見ていきます。はい。
事務なんですけれども、いいですか、ただいまの価格が、0.1281 ドル付近をね、推移しているような状況になっております。で、この通貨に関しても、とにかくね、もう、やっぱりもう皆さんに、しつこいように言ってますけど、長期保有目的の現物集めとしては、やっぱり、チャンスですよ。やっぱこの事務に関しては。うん。私はチャンスだと思ってますから、だからね、今もうほぼそこ付近でずっと推移しているような感じなんですよ。ですから、これいつね、バチ上げがあってもおかしくないので、うん。やっぱり、国内の取引所であるとか、他ね、バイナンスへの上場もまだ行われていませんから、ここの様相が一変した、来た時のね、多分爆発力が多分あると思います。0.3 ドルぐらいまでは余裕で上がってくるんじゃないかなと思ってますので、やっぱりこういった時にね、いかにこう先を見越して仕込めるかというところが勝負の分かれ道になるかなというところもあるでしょうから、もし余力がある方はね、ちょっと玉を、集めて、現物を集めていくっていうのを私は推奨しておりますので、これはちょっと注目の通貨として捉えておきましょう。で、徐々にね、出来高が冷やしレベルなんですけど、徐々に増えてきているんですよ、これ。わかります？ロウソクはずっと下がって右下がりになっているんですけど、徐々にこうね、出来高がこう流入してきているような感じになっておりますので、もしかしたら直近でね、まあ年内ぐらいには何かしらの動きがあるんじゃないかなと思ってますから、そこに対する期待感は持っていきたいなという次第でございます。で、こういうやつこそね、ほんと、買おうかなと思っている時に、バーンってぶち上がったりするので、もう思ったが吉日なので、ちょっとでも、打診ぐらいで、そんなもう大口を入れる必要もないと思いますから、ちょっとでも気になっている時はね、入れておいた方が、まあ心の安定感的にいい感じになるかなと思います。上がってきた時に、あ、ちょっとでも入れといてよかったなっていう感じに、ね、なる可能性もありますから、ここはまあおすすめでございますね。嫌でしょ？悩んでいる間に上げられるっていうのが多分一番嫌な心理状態になりますので、そういった時はね、まあもし私の話を聞いて気になるなと思った方は、やっぱり長期保有目的で抑えておくのはいいかなと思いますよ。この通貨に関してはね。で、あとは、短期並びに FX 税の勝負のかけどころは、まあ、今言ったのは長期保有目的ですよ。短期並びに FX 税は、このね、いいですか、右下がりのね、頭を押さえつけられているラインを突破してきてから、この赤いライン、一番上の赤いラインをブレイクしてきてから入っていってもいいかなと思います。そうすれば、黄色いライン、0.1773 ドルぐらいまで狙っていけるような形になると思いますのでね、そこは、期待感を込めてロングをね、していくのがベストでしょう。よろしくお願いいたします。はい。まあ、そういった形ですかね、出来高がちょっとずーつね、増加していっているので、これはいい様相じゃないかなと思っております。こういった時に一気にパチーンとね、跳ね上がったりするので、ちょっと注目をしておきます。はい、次行きます。次はね、アンプ見ていきましょう。AMP を見ていきますよ。行きます。AMP なんですけれども、ただいまの価格が 0.047 ドル付近を推移しております。はい。で、こちらはですね、まあ見ていただいたらわかるように、真面目に広い範囲で三角持ち合いを形成しております。こういった形で。三角持ち合いを形成してきておりますから、いいですか？ですから、ここね、もう少ししたら、押し目のラインに入るんですよ。三角持ち合いの下限値、さらに、押し目の黄色いラインに入りますので、ね、もうちょっと待っておいてもいいかも。うん。青いラインをもう今ね、下に割れ込んでますから、一応、こちら、分割エントリー。まあ、買い集めの推奨ラインは、このね、右上がりの黒いライン、ないしは黄色のラインですから、0.04 ドルとか、0.004 ドルぐらいまでは、待っておいてもいいのかなと。今、0.047 ドル。0.047 ドルですから、0.045 ドルぐらいまでは、待っておいてもいいのかなという感じがいたしますので、もうそんなにね、細かい金額気にしないよという方がいるんであれば、どうでしょうか。結構、押し目ラインの、結構長い間効いていた、右上がりのね、サポートライン上に差し掛かりますから、ある程度ね、反発を狙って、玉を集めていってもいいんじゃないかなという感じ。分割エントリーの場所にね、差し掛かっていますよということで、捉えておいてもいいでしょう。よろしくお願いします。で、次の防衛ラインは、おそらくここですね。まあ、髭をつけている、ここね、落ちてきて反発してきているところら辺でしょうから、ちょっと荒いですけど、出来高がやっぱり入ってきているというところでいくと、やっぱりここのね、加担値 0.038 ドルぐらいが支えとなる最終防衛ラインになる、赤いラインになるのかなと思いますので、一応ここは入れておきましょう。ここですね。やっぱりここは守られるべきラインでしょうからね、出来高もぐっと、入ってきている場所でございますので、ここでの支えには期待したいところでございます。はい、OK ですか？ですからそういった形で、まあ、今ぐらいから入れていただいて、もし割り込んだら現物の分割で 0.037 ドルぐらいで分割で入れていくみたいな感じで、短期並びに FX 税でロングを仕掛ける方はこの右下がりの黒いラインを上にブレイクしてきてから入っていくのがベスト。親指がグッと上がっていくような上昇が見ていけるかなと思いますので、そこに対する期待感をね持っていきましょう。とにかく AMP に関しては広い目線での三角持ち合いが作られているから、これ上にブレイクしてきたらかなり強い上昇が待っている可能性があるよというのはね、押さえておいてください。はい、そして今日の最後のチャート分析いきますよ。最後のチャート分析、はい、アトムをね見ていきましょう。もう強いです。はい、強いなという感じですけれども、ただいまの価格が42ドル付近を推移しております。で、この通貨に関してはもうね、もともと私が設定しておりました、このね、広い範囲内での、このね、わかります？フィボナッチエクステンションのもう 1.618 ぶち抜きましたね。ぶち抜いて、やっぱりこうね、ちょっと、売りがかかって押されて、今ね、その 1.618 の42ドルをサポートとして機能している感じがしておりますよね。ですけども、もう一回ね、ちょっとこうね、フィボナッチエクステンションをやっぱりこう修正をしておいた方がいいのかなと。やっぱりこう、意識をしている方のね、
フェーズが変わってくる可能性もありますから、やっぱり一旦ぐーっと上げてきてからの、押し目を作ってますからね。ちょっとごめんなさいね、フィボナッチエクステンションどこかなという感じですけれども、見せました、ここですよね。ここでの押しからの繰り上げからの押しサポートとして水平効いてますから、ここが次はもしかしたら意識されるかもなという感じですから、このまんまねバチバチ上がっていくんであれば、次の目標値は52ドル、52ドルが次の目標値になりますので OK ですか。52ドルないしは実践での押しを考えると55ドル付近だから、52ドルから52ドルぐらいでのね、一応今もしまだ持っている方がいてね、上まで目指していこうかな、ここまだぶち抜いていくんじゃないかなと思う方がいるんであれば、52から55ドルぐらいの利確は推奨1のラインですから OK ですか。でもしくはいいですか、これねズルズルって落ちてきた時はいいです。やっぱりサポートとなっているのが中期の1時間、日足レベルでの中期、あとここが効いてるかなって感じ、4時間足レベルでの中期の移動平均線が、ちょっとごめんなさい消しますよ、53ドルですかね、4時間足レベルの中期の移動平均線がある程度サポートとしてガチガチって効いてるの分かります、ガチガチとね効いているでしょうから、ここはいいですか、落ちてきた時は黄色のラインを割れ込んだらもう利食いをしていくのがいいのかなと、もしねそろそろ利確を考えておこうかなという方はですよ、ワンチャン52ドルぐらいまで上げがあるかもしれません、ここから力強ければ。そしてもし落ちてきた場合でも、この黄色の4時間の黄色のラインが反発する可能性がありますから、ここを割れ込んだら逃げていくのがいいのかなと、利食いをしていくのが。であとはこれもう一個ね、ここやっぱりダブルボトム作ってそこでの上げ要因もあると思うんですよ、この要線は。ですからそれを考えると、ちょうどほら見てくださいよ、ダブルボトムのネックラインね、ネックラインがちょうどこの黄色のラインと被ってますから、やっぱりこの黄色のラインを割れ込んだらね、結構一応防衛ラインに入れておきましょうか、黄色のラインを割れ込んでしまうと、ここダブルボトムのネックラインも割れ込んでしまって、あまり様子がね良くない感じになってずるっと落ちてくる可能性がありますので、そこに対する注意感をねしておきましょう。割れ込んだらおそらくこの長期の移動平均線ぐらいまでずるっと落ちてくる可能性がある。あとはもう一個はダブルボトムのボトムまで落ちてくる可能性がありますので、32ドルぐらいまでね、だからリグをねこの青いラインを割れ込んだらしていくのがいいでしょうということで押さえておいてください。はい、それではねアトムで以上となります。アトム今強いですから、上は52ドル、下はいいですか、何遍も言いますよ、この黄色の中期の移動平均線を割れ込んだら利食いを、この上昇が取れている方は、で利確をしようかなと思っている方は割れ込んだら利食いをしていくのがいい、それまで上目線で見ておいてもいいですよということで、押さえておいてください。はい、それではね本日の第1部の配信以上となります。そしていきますよ、チャンネル登録者の方がなんといきましょう、なんと9203名の方に登録をしていただいております。ありがとうございます。昨日から1名の方が登録をねしていただいております。ありがとうございます、誠にありがとうございます。今後ともですね皆様の高評価であるとか、あとはバットボタンでも構いません、全然構いません。はい、あとはねコメントとお待ちしておりますので、ぜひともねよろしくお願いいたします。はい、そして初めてね聞かれた方は、私ねこんな形で1日2回配信しているねよう喋るおっさんなんでございますけれども、もしねよろしければチャンネル登録というボタンをねぜひとも押していただければ、もっともっと喋る気力が湧いてきますのでよろしくお願いいたします。はい、それではね本日の第1部の配信以上となります。第2部の配信は今日のね、また夜の11時頃にね配信をしていきたいと思いますので、それまで楽しみにお待ちください。ではバイチャッ、バイチャッ、バイチャッ、バイチャッ。